大阪は神、マジで大阪弁を基準語にしてくれ、大阪を首都にしてくれ、頼む。今日ディズニーランドに行きたかったんだけど、うん、なんで千葉県にいるんやで、ね、おかしくないマジで。僕はそれを思う。なんでそれに関してはですね、バーチャルハムスターのボチャハムリー様、いろいろハムスターをやっているたくみさんに企画を丸投げしてみたでございます。最終的に VR チャットのパブリックで海外の方にインタビューをしてこいということになりましたのだ。どういうことですのだ。ぶっつけ本番でございます。リアルタイムでございます。心配で心配で怖いですのだ。本日企画とともにね、カメラマンもたくみたんがやってくれております。なので著作権的に大丈夫じゃないアバターの方がいたとしたら、たくみたんがね、こうね、さっとね、カメラをね、今は大丈夫ですので、僕を映しますのだ。映りたい。たくみたん自己紹介しますのだ。はい、お疲れ様です。私です。昨日せっかく考えたあの自己紹介名乗りみたいなやつを早速忘れました。画像が荒れてると思うんですけど、うちのパソコンで、撮影をしているものをもちゃむくんのところに転送してるせいで若干画質悪いです、ご了承ください。でだよ、今日は忍者っぽい格好することで海外の人からはおジャパニーズ忍者だと、もうめちゃくちゃ目立つと思うんで、でジャパニーズ忍者とお供のハムがいると、なんだこいつらはってなったら、ハムスターの方が実はめっちゃ英語喋るっていう、これだったら海外の人も多分怖がらないで話しかけてくれると思うんですよ。こういう手段で行ってみたいと思います。では早速行ってみましょうか。あ、ちなみにこの配信でどんな事故が起きようと俺一切責任を取りませんので、よろしくお願いします。わー、先に予防線を張られた。何が起こるか全く分かりませんけども、行ってみましょう。はい、到着。とりあえず一応してみますのだ。言葉の壁は全部任せた。はい、いや言うて僕もそんなペラペラでもないけどね。はい、 What are you doing? May I ask some question? May I interview you? I'm looking for the place or sightseeing around the world for my trip. Can you tell me your favorite place for sightseeing? Place for sightseeing? Yeah, any place is okay. Your country, where you have visitedWhere you wanna visit? I visited Switzerland at the view from on the mountains. It was just stunning, beautiful. So nice! How long have you stayed there? I think it was... Now where are you? Could you repeat the question, please? Why are you living now? I didn't understand your question. Asking where you're living. I'm living in Germany. Oh, now you're in Germany! I've been to Germany! For cities? Yeah.In Christmas, how is Germany? It's hot or humid? Yeah, it's pretty hot right now. Ah, Japan is same. So hot and so humid. Have you been to Japan? No, but I plan to travel to Japan sometimes in the near future. Oh, really? Very good for you. I recommend Osaka. Osaka is a big city and there are so many famous food. I will remember that when I... Wait here, I'm right back. また戻ってくるみたいな感じですのだ。オッケーオッケー。じゃあもちゃむくんそんな中で早速だけど、はい、あれですよ、はい、それですよ。もちゃむくんしかわからん。僕もそんな気はしてました。翻訳を視聴者さんに教えてあげなさい。ざっとなんか、はい、ドイツに住んでてもちゃむくんが大阪がいいとこだよって言ってることはなんとなくわかった。スイスに行ったことがあるんだってた。めっちゃ綺麗な自然とのことです。こんな感じでいろんな人におすすめの場所を聞いてた。もう企画の趣旨としてもちゃむくんの世界2周目行くところを探しながら運良ければ国際結婚を目指すという流れなので、そういやあったね、その VTuber 生命が知りそうなやつ。 OK, I'm back. OK, thank you for your time. I put a pin on Google Map Switzerland. Enjoy your weekend. Thank you so much. じゃあちょいちょいこれでいろんな人を行ってみましょうか。Hi there. Hi. I'm Mochihamu. Hi. Can I ask your name, please? Sure, I'm Alden. Alden. Where from? America. America, all right. Do you have a time? Can I ask any question? Sure. Oh, thank you so much. Yeah. I'm looking for a place or sightseeing for my trip. Can you tell me any sightseeing place you like? Well, I've been to, well, I mean, inside America, there's like, I don't know if you've been to America before, but
I guess there's like, in terms of nature spots, you could see the Grand Canyon or Yosemite National Park. Grand Canyon National Park. Actually, I haven't been to America. I want to visit America. I've also been to Britain, France, and Italy, and also Japan. Oh, really? Where have you been in Japan? I've been to Tokyo, Kyoto, and Fukuoka. Fukuoka? How was Fukuoka? It was good. I was actually just there like a few weeks ago in the summer. It was a good time. Nice! For a month, I was at a language school. 実は日本語話せます。おう！前回。びっくりした！めっちゃ喋れる！いや、ペラペラほどじゃないと思うけど。僕の英語よりも喋れてるよ。すごいファンタスティック！助かります！英語難しいよね。難しい。日本語も難しい。日本語は多分文法が難しいよね。文法難しいよね。発音は割と簡単と思う。これは英語のインタビューですね。だから英語を話してほしい。日本語でお願いします。わかりました、はい。ありがとうございます。ナショナルパークで何をしましたのだ？僕は実際に行ったことないけど、いろんな人からいいところって聞いたことあるから、行ったら損しないと思う。ちょっと勘違いしてた。行ったことあると思ってた。僕の英語はまだまだですのだ。いや、僕はなんかちょっと曖昧な言い方だったから。優しい。助かります。アメリカでいろんなところあるよ。大きいから砂漠とか森とかあるから自然のところ行けるよね。おー、素敵。自然大好き。 Thank you for your time。 Google マップにピンを打ちます。機会あったらぜひ行ってください。ぜひとも。ちなみにもう少し時間はありますのだ？あります。もしよかったらインタビューのお手伝いしていただけませんでしょうか？通訳として。そうです。すごく助かります。今だから、はい、できます。ありがとうございます。はい、I'm Mocha Hamu。 May I interview you? 大阪人やで。大阪人や。いや、中国人です。すごい、みんないっぱい日本語喋れる。実は今、配信をしておりまして、おすすめの観光地を教えてもらっています。いや、一番おすすめしない観光地あるんだけど。東京。東京の人は冷たいってなんか言う人も多いんだけど、まあまあまあと思ったら東京に行ったらね。で、なぜ常に日本人は孤独感を持っているよりは東京に行ったら分かってたんです。いや、日本人はみんなそうかなって思ったら、大阪は神。マジで大阪弁を基準語にしてくれ。大阪をシュートにしてくれ。頼む。大阪はベスト。もう日本のあちこち行ったんだけど、沖縄、岡山、大阪、京都、岐阜、東京、北海道、山形。大阪は一番楽しい思い残したし、遊べるとこも多い。やったー。通天閣とか大阪城とか、まあ以上です。すいません。ありがとうございます。東京にめっちゃ文句があるんだけど、まあ配信中なのでちょっとまたいつか。配信に乗っていいんだったら全然言ってもらって大丈夫だよ。すいません、炎上しそうなので。あ、そう、そんなに。そう、東京といえばさ、うん、アシュートであり、なんか大都会としてなんか他のところを舐めてるんだろ。で、東京ディズニーランドに行きたかったんだけど、なんで千葉県にいるんやで。ね、おかしくない？マジで。僕もそれは思う。おかしくない？なんでそれに関してはですね、ちょっと簡単に補足しますとですね、東京が悪いんじゃなくて、千葉が東京を名乗りたがってんのが悪い。そんで、東京ディズニーランドに飽きたがらず、千葉ドイツ村っていうのがあるレベルなんで、名称を詐称する癖があるんで。最後に、外国人と人目から見れば、なんか日本の都会になんか点数上げてもいい。そうだね。大阪は満点として、岡山県は80点として、東京は50点かな。低い。日本の半分は大阪にあるんやね。あ、そうです。それはその通りです。見とられて嬉しい。もうぜひ動画アップしてください。千葉県はゼロかな。ゼロ点。確かにディズニーランド以外の用事がない、うん、あ、僕が怒られそう。まあ一緒に炎上しましょうね。燃える時は一緒や。はい、こんにちは。メアインタビュー。あ、日本の方ですか？方ではないんですね。すごい、間違えるくらい日本語喋れとる。ありがとう。今ライブ配信をしておりまして、インタビューをしております。おすすめの観光地を教えてください。やっぱ江ノ島かな。自分が一番好きな。おー、江ノ島で何をしましたか？僕も行ったことないんだけど、好きな作曲家がそこでいろんな曲を作ってるので、僕たちにとってなんか大切な場所なんです。おー、
その方のお名前を聞いてもいいですか？お名前は未完成という名前です。未完成そこでいっぱい曲を作りましたらしいです。お江ノ島もすごい良いって聞きますのだ。そこの景色も美しいなと思って、そこもGoogle でピン打っておきます。今いろいろね行くところを探してるの、旅行のためのあの京都やな、日本京都も行ったことありますのだ。やばいちょっとやばいかも、いややばい、うん、いややばいやばい大変大変やばい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 のか、地獄だ地獄だ地獄だ、大変だ大変だ大変だ、どうしよう、逃げます。あ、はい逃げます、かしこまりです。 Thank you for your time、 ありがとう、またね。京都と江ノ島、また日本でしたね。日本です。とりあえず1回目はここからで締めておく一旦。はい、じゃあ今日はこの辺で配信終了しようと思います。本当お付き合いいただきありがとうございました。最終的にみんな日本語で大丈夫だったけど、ありがとうございます。日本語聞けるだけで面白いから、なんかアメリカでなんか日本語を聞く機会少ないから優しい、ありがとう。一緒に配信締めましょう。皆様今日は来ていただいてありがとうございました。バイバイ。日本の観光地いっぱい教えてもらった。